いや、全然何不自由ない生活じゃないですか、もう。ええ、こっから。じゃあ、兄さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。じゃあ、ホテルに帰ってください。ありがとうございました。お願いします。はい、ちょっと続き出してきた感じですか。昨日受付した書類をもとに審査をするところに提出して、それをもとに向こうからそのこっちのケースワーカーさんを通してこういうことを確認したりするのを聞いてくるんで、それのために明日の午後1時にまた来てくださいって、その審査するところから こういうことを確認してくれっていう確認内容をもとにそのケースワーカーさんが俺に確認するから、それで明日の午後1時に来てくださいっていうのと、来週19日に健康診断の予約が入って、それでお家にある滝野川病院というところまで行って健康診断。順調に進んでますね。尾関さんどうですかね。どうですかね。尾関さんさんがこう社会復帰したから視点にしまう、まあ、まあそうか、社会復帰の道を踏み出したから、あのどうですかっていうのは、あのまたはちょこちょこ話してるんですけど、また爪が甘い。え、また爪が甘い。これで完全に独立しただ兄貴も考えんでもねえんだろうけど。そうか、まだどうせまた戻ってくるだろうみたいなこと思ってる感じですかね。最近の尾関さんは どんな感じなんですか、さんから見てて。そのまま前までは代々木の方だったりとか、あと教会だったりとか、そういうボランティアさんのやってる炊き出し行って飯食ってくるとかやっとったけど、最近その炊き出しも行かないであそこにずっといるから、もうどっぷり支援をもらって蛇の生活にどっぷりはめちゃってんのかなみたいな。支援って誰からもらってんすか。支援通りすがりの人、たまにあのカンカンに募金入れてってくれてたさ、はあはあ、それで飲み食いしてんのことなんで。で、尾関の兄貴の場合は結構堅実で、まあそういういざ来なくなった、そういう募金がもらえなくなった時のためにちゃんとボソボソと使って手作りみたいにして持ってたから、自分なんかそういうたまに募金とかもらってもその場で飲み食いしゃべったから、ね、兄貴の場合はそういう募金もらっても細々とやっとったからね。それなりにはまだ多少飲み食いする分ぐらいは多少は持ってたんや、持ってるんやろうし。なるほどね。そうか、なんかな、でもいや、のが、あのあそこ出て行くときに尾関さんの方見たら、めちゃくちゃ尾関さんのパンフレット読んでたから、本当はなんか行きたいのかなとか、なんかこの迷ってんのかなと思ったんですけど。だからまだ詰め甘いな、この話に乗っかって。まだ俺もまだ2日目だもん、まあ、審査が通るかどうかも分かんない状態だからさ、自分がもう独立したら考えんでもねえんだろうけど。なるほどね。まあな、まあ、人がどうなるかなんてね、分かんないけどな、正直。じゃあさ、はい、今日はどういう一日で過ごすんですか。ゴロゴロしてますあとはもう予定ないからホテル帰ってゴロゴロしてますあ、テレビ見たり、うん、ちょっと大崎さんとこ行ってきますね。はい、そう、行きます。行かないか。別に。でもどうせゴロゴロしてるだけだし。じゃあ一緒に行く。
いやもうご飯をご馳走しないですよ。あのね、朝昼晩あるから。じゃちょっと行きましょうか。はい、彼女できるといいですね。え、昨日何しました？すいません。してないですか？うん、だってせっかくの部屋ですよ。だって有料だもん。エロビで有料だもん。いや想像でするもんじゃないですか。本当はしたでしょ。してない。あ、してないんだ。うん、今日何時に起きたんですか？朝6時くらいか。早い。帰ったらすぐ寝たんですか？いや。はい、テレビ見てたんですか？しばらくテレビ見て12時くらいかな。何のテレビ見たんですか？最初はそういう夜のニュース見とって、でそのままの流れで千鳥がなんか人生ゲームやってるニュースの番組見て、あ、テレビ千鳥かな。どうでした？面白かった？いやすげえ、テレビを部屋で見てるってのがすごいですね。なんかユースちゃんと毎日風呂入ってくださいね。はいはい、せっかくだし。あれ、ヒゲ剃りもあったでしょ。ヒゲ剃りも、うん、ホテル自身にも目に行ってあったけど、はい、自分自身もヒゲ剃りは売ること持ってた。あ、そうなんですか。じゃあ剃った方がいいですよ、毎日ちゃんと。あそこにいたら、はい、日曜日に新宿連絡会っていうボランティアさんが、はい、夜おにぎり持ってきてくれるんだけど、はい、そのおにぎり配りに来る前、4時過ぎに都庁でそういう着替えとかいろんなもんを配給してくれてるさ。こういってひげ剃りいっぱいもらってきた。なるほどね。3日置いてきただけですごいことになる。結構ひげが濃いから、頭のね、老けが結構すごかったから、坊主して思ったのが、もう一回ちゃんと洗った方がいいですよ、頭皮を。ちょっとこの体も洗った方がいいですよ、これ体も。はい、赤すりで。今度じゃあちょっとズボンとか持ってきますね、いらないやつ。ズボン今2着しかないでしょ。うん、赤とこれだけでしょ。半ズボンとか履くんですか？半ズボンは履かないかな。暑くても、うん、夏でも長ズボン。長ズボン。半ズボン嫌いですか？好きじゃない。あ、そうなんだ。すね毛が汚いから足が臭くない。剃ればじゃん。剃ればすね毛、若い子みたいに。若い子みたいに。毎日お散歩した方がいいんじゃないですか。あの、ずっとホテルにいても、うん、気持ち悪いから。あ、っていうか、はい、なんか、え、さんって歩くの好きなんですよね。歩くの？はい。いや別に歩くの好きじゃないよ。あ、そうなの。仕事のために歩いてるだけで。あ、そうなの。 いつもだったら絶対エスカレーターかエレベーターかも。なるほどね。階段なんか使わねえもん。いやいや、うちまで歩いてきてくれますみたいな。それでランニングしましょうよ、毎週みたいな。うち遠いからな、さすがに歩くの無理だな。さん、なんかイチローに似てるって言われてましたけど、イチローに似てるって言われたことあります？今まで。全くないです。そうっすよね。僕もあんま似てると思ったことないんじゃない、イチローに。どっちかしたら醜い系の芸能人には似てる言われたことあるけど。誰？ん？絵描きとかやってて、昔さんまちゃんの君とやってたジミー大西とか。ああ、そんな似てないけどな、ジミー大西。はい。あとは三宅裕司と組んでなんか劇団やってる奥ちゃんこと小倉久志郎さん。あの日かな。どっちかしたら醜い系に似てるとは言われたけど。あ、そうなんだ。あれ、コンビニって近くどこありましたっけ。コンビニ一番近く。一番近く、多分高架下と在宅コンセプトじゃないかな。大関さん何が好きなんだろうな。何でも好きか。大崎さんって差し入れ持ってきてくれる人結構いるんですか、他にも。うん、私的には兄貴の方が多いやろな。俺自分で数えてきたりなんだりしても、あそこで平気で酒飲んでるから、どっちかしたら俺は嫌われて避けられてたから。あ、そうなんだ。だから俺の前素通りして兄さんのところにポッキンポンと入れてずっと数えんのよくあると思う。そうなんだ。そっか、酒飲めてんだったらいいかってなるもんな。うん、いや、お酒そんな本当あの3000円使っちゃダメですよ。うん、お酒に。ね、まったく。
姉ちゃんの真っ赤かとか三谷さんのこの緑とかなんとかめちゃくちゃ痛みそうやけどな。あ、一回脱色して真っ白にしてからカラーリングでしょ、そういうのって。そう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 、まさにそれ。学校卒業して社会人になりたてん時、二十歳あそこらの時にちょっと色気づいてブリーチで脱色して茶髪にしてたことあったけど。そんな時代もあったんすね。でもこんな坊主頭めて茶髪やってっから伸びてきたら猫は黒いさ。あー汚いっすよね。プリンね、プリン。これエロ本です。エロ本です。どう、ちょっと、あ、どうすか。抜けそうですか。いけそう。ちょっとだけ。いけそう？悪くはない。一番エロいページどうですか？この袋閉じ？下げですか。満足。はい。はい、いけそう、はい、いけそうですか。はい、立ちますか。これだと。え？照れますか。ちょっと浴場して誰かを襲いかかっちゃうよりはエロ本で自分で処理した方が絶対いいと思うんで。大事に使ってください。はい、捨てないでくださいよ。
さんいるかな。どうか、まあ、置いとくか。まあそれは別途だな。まあゼロとは言わないですけど、お酒は無駄に取らずに、はい、適度にお酒にして楽しく社会復帰目指してください。ありがとうございます。自転車で帰ります。はい、お疲れ様です。